戸越公園駅は東京都品川区戸越五5丁目にある東急電鉄大井町線の駅である。駅番号は OM03 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は各ホームごとにある。ホームと改札の間には階段及びスロープがある。2面あるホーム間には連絡通路がなく改札内での往来はできない。トイレは 下り線側にある。かつては前後が踏切に挟まれており、ホーム有効調は3両編成分しかなかったため、大井町より2両はドアが開かずドアカット扱いを実施していたが、2013年2月に大井町よりの踏切を移設する形で、ホーム有効調に両分延伸する工事が完成し、同月24日よりドアカットが解消された。 サービスマネージャー導入駅のため、大井町駅から遠隔監視している。2020年度の1日平均乗降人員は1426人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。高等学校小中学校保育園、幼稚園2021年4月1日に、国から新規着工準備箇所として採択された。 2021年4月19日に行われた品川区の建設委員会によると構造形式については東京都から正式な発表はないものの駅の東側も西側も高架化になっているため高架方式が有力とされている。ありがとうございます。